プレイステーションプラスはソニーインタラクティブエンタテインメントが全世界で提供している有料会員サービス。プレイステーションネットワークの有料で提供される追加オプション会員サービスであり、従来の基本サービスは引き続き無料で提供されている。プレイステーションプラスは機種ごとに加入する必要はなく、加入すれば所有する対応機種すべてにおいてサービスを受けられる。 これらのサービス提供はインターネットを通して行われるので、無論インターネットに接続し、オンラインにしている、もしくは接続可能であることが前提である。シンボルマークは黄色のの中に、丸という PS を代表する4つのボタンを模したマークが配されている。対応機種のプレイステーションストアから加入ができ、PSP 用の PS ストアやメディア号からは加入できない。 2013年10月2日から一部改められ、購入する利用期間は日数制から月額制に利用コンテンツに制限がかかるが6歳以上の1000アカウント登録者なら誰でも利用可能となった。以前は対象は18歳以上のユーザーである PSN 会員のためマスターアカウント限定であり、さらに18歳未満では加入できなかった。更新は自動で行われるため、 ウォレットからの自動引き落としを望まない場合は、アカウント管理の購入管理、サービスリストで自動更新サービスを切ることができる。時折ではあるが短期間限定の無料加入キャンペーンが提供されていることがあり、この場合も自動更新サービスが最初はオンになっている。無料加入キャンペーンは一人一回限りとされているものの一度無料期間を終えた後に、 また無料期間キャンペーンが実施された時は再度無料加入ができる。PS4 ではサービスの提供内容が一部変更されているが PS3 と p s a では PS4 対応に合わせた変更はなく従来通りである。提供コンテンツに関しては PlayStation Plus 公式サイトを参照のこと。代表的なサービスは次の通りだが東京ゲームショウなどでプレミアラウンジや 優先の待機列を用意されるといった特典もある。フリープレイ、編集毎月数本、PS5、PS4、PS3、PS ビート対応ゲームがフリープレイとして提供される。フリープレイの中には、過去に製品版として発売されて時間が経ったものや、それほど発売から時間が経ってないもの、ダウンロード専売品など種類は多岐にわたる。いわゆるフルプライスのゲームは、 そのものが多く、あるいはサードパーティーが新作の宣伝のために過去作をフリープレイとして提供することもある。なお、PS3、PS ビータ向けのフリープレイタイトルの新規提供は2019年3月8日で終了する予定であることが1年前の2018年3月に発表され、以降は PS4 用ソフト及び PS5 用ソフトのみが提供されている。 フリープレイにラインナップされたゲームは、PlayStation Plus に加入している限り通常の購入済みソフトと同じような扱いとなり、プレイ回数に制限なく遊べ、ゲームソフトの再ダウンロードを行うことができる。ただし、PlaySession Plus に加入しているだけでは、フリープレイの権利を獲得することはできず、フリープレイゲームの提供期間中に、PlayStation Store で当該ゲームを購入しなくてはならない。 現時点で所有していないハード用のソフトであってもパソコンやスマートフォンでアクセスできるウェブサイト上のプレイステーションストアで購入済みにしておくことで後にそのハードを購入した時点でプレイステーションプラスに加入していれば無料ダウンロード可能購入済みソフトであってもメーカーの事情によってフリープレイリストから削除され再ダウンロードが不可になることもあり得る冒頭プレイ 編集2015年8月より導入されたフリープレイ配信タイトルをユーザー投票で決定するプレイステーション4向けの機能。複数の未発売タイトルの中から投票期間中の獲得票数が最も多かったタイトルはフリープレイのラインアップの一つとして後日配信される。また1位になれなかったタイトルもディスカウントのラインアップとして後日配信される。 短期間で行われなくなった。プレイステーションプラスコレクション、編集プレイステーション後5の発売に伴い、互換性のある PS4 用ソフトを同ハードの、所持者限定で、フリープレイで提供するサービス。日本国内では、以下の19作品が対象。購入には PS5 の PS ストアからのアクセスが必要だが、一度、購入すれば、同じユーザー ID の PS4 でも、利用可能。 シェーンワールドワイドスタジオタイトルサードパーティーのタイトルディスカウント編集 PS ストア配信済みのソフトから毎月何本か選ばれるゲームソフトを通常販売価格よりも安く購入できる購入後のコンテンツは加入権終了後も引き続き使用可能またプレイステーションプラス会員以外を対象にしたセールであってもプレイステーションプラスに加入していれば非会員より 割引率が高くなる場合もある。日本の PS ストアでは、コンピュータエンターテインメントレーティング機構で18歳以上のみ、対象のソフトは、プリペイドウォレットではなく、クレジットカード決済でないと購入できないため、日本国外でそれらのタイトルが、フリープレイになった場合は、日本では大体として、有料ソフトの最低金額である100円に、ディスカウントして提供されることが多い。ゲームトライアル、 編集発売済みのゲームソフトから毎月数本が提供され、一定時間のみお試しプレイできる体験版がダウンロードできる。ソフトのデータ自体は製品版と変わらず、ストアで製品版の権利を購入することでそのままデータの再ダウンロードなく製品版として遊ぶことができる。 その際、体験版で作成した、セーブデータや取得したトロフィーは、製品版に継承することもできる。体験時間はおおよそ1時間程度と、大変短く、ゲームのダウンロードインストール時間の方が長いという、場合が多い。先行配信、編集以前の表記は、先行体験だった。体験版が通常より早くプレイできたり、オンラインゲームのベータテストに優先的に参加できたり、 する。スペシャル、編集加入者限定のカスタムテーマやアバター等を無料ダウンロードできる。カスタムテーマとアバターに限り、ダウンロード後のコンテンツは加入券終了後も引き続き、使用可能。オンラインマルチプレイ、編集これはプレイステーション4限定であり、従来機種では無料のままである。また、さらに、マルチプレイでなければ、無料のままなので、 オンラインプレイイコール会員限定ではないことに注意。PSN を通じたオンラインマルチプレイは、PlayStation Plus の会員のみが利用できるようになる。しかし、本体に登録しているユーザーの誰かが、PlayStation Plus に加入していれば、その本体のユーザーは全員、オンラインマルチプレイが対応となるので、会員権が必要なのはユーザーごとというよりは一台ごとである。PS Plus は、 PS4 をさらに楽しむためのサービスと主張した。セーブデータを預かり、編集対応機種ソフトウェアのセーブデータをオンラインストレージ上にバックアップできるサービス。コピー禁止属性のデータも条件付きでバックアップできる。PS3 のシステムソフトウェアバージョン4.25に合わせて容量が最大 1GB 最大線ファイルに引き上げられた。 有効期限が切れた後もファイルは破棄されることなく保持される。自動ダウンロード、編集加入していると本体の最新システムソフトウェアの自動ダウンロードや対応機種ソフトの更新データが配信された場合、自動で更新を行ってくれるようになる。自動更新されるソフトは直近3種類のプレイしたソフトになる。プレイステーション3ではシステムソフトウェアバージョン4.50以降は プレイステーションプラスに加入していなくてもシステムソフトウェアの自動ダウンロードが可能になった。プレイステーションビータの場合は自動的にダウンロードした後はスタンバイ状態に移行する。プレイステーション4の場合はこの機能は会員限定ではなく全ユーザーが利用可能。更新確認頻度を高めていて自動的にダウンロードした後は自動的にインストールも行う。自動ドルフィー 編集通常は獲得したトロフィーの PSN への同期は手動で行うが加入者には自動同期機能が提供される。PlayStation 4の場合は全ユーザーが利用可能。PlayStation ホーム内特別機能、編集 PlayStation ホームを拡張する。ありがとうございます。